一条共謀は、室町時代後期から、戦国時代の苦行で、土佐一条氏の祖、一条、金吉の長男、永京10年、元服。一条家歴代当主の中では初めて、足利将軍家からの返記の授与を受け、当時の将軍、足利義則から一時配慮し、共謀と名乗るも同様である。長六元年左大臣、長六二年関白となる。 干渉4年に干拓を辞す。応仁の乱が勃発した際、応仁元年8月に弟の幸福時代上院門主人村を頼って奈良に避難する。さらに、父の金吉が奈良に避難してきたので、父に奈良の避難所を譲り、応仁2年9月に一条計量のあった土佐国旗荘に下校し、四万十川下流の中村の館に住んだ。は土人,人に迎えられて、 生活の基盤を確保し、父の金吉の下校を誘ってみたり、父が気楽した後、土佐から邸宅を作るための木材を送ったりしている。また、凶暴とともに、公家や武士、職人なども果たそうに下校するなどしたため、京都の文化が移入され、中村繁栄の基礎を築かれた。文明12年10月5日、皇居、去年58、 長男の政房はすでに王人の乱の中で戦死していたため、家徳は40歳ほど年の離れた実弟の冬らが、継いだ。なお、次男、傍家はそのまま土佐に土着して、在地領主、戦国大名家し、この子孫が土佐一城氏となった。ありがとうございます。